江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本旅行嫌いではないけど、いつも行くとなんとなくモヤモヤした感じがするというスレッドがありましたので、ご紹介していきたいと思います。それではスレ主の書き込み行ってみましょう。くーちゃんお願いします。3回くらい大阪や東京に行ったことがあるんだけど、風景を見たり一般の人が住む家を見たりするとなんだかどんよりした感じがする。壁は主に灰色が多くて、建物がぎっしりとくっついているし、私たちより土地も広くて平地も多いのに、工場とかアパートとかにカラフルな色合いはほとんどなくて、ほぼ灰色の雰囲気。私たちみたいに大きな高速道路で車がビュンビュン走ることもないし、タクシーも黒色ばかり。最初に行ってからほぼ10年くらい経って行っても変わったことがほとんどない。明るい場所といえばディズニーランドくらい。何回か行ってからはもうあまり行きたいとは思わなくなった。なんだか気持ちがどんよりするし、暗い面が多い。帰る道でインチョンやキンポに着くと活気があふれて気分が良くなる。ダイナミックコリア。え、何ダイナミックコリアって。おー、あ、何、じゃあ街全体がディズニーランドみたいな感じがいいってこと。あ、カラフルな色合いがほとんどないって言ってましたけどね。なんかカラフルな色だと落ち着かない感じがしますけどね。はい、それではですね、こちらに対して韓国の反応行ってみたいと思います。ケバケバしいんだよ逆に。じゃあ嫌いってことじゃないですか。わら、日本以外にもいいところがたくさんあるので他の場所に行ってみてください。確かに空気は私たちよりいいですよね。わら、北海道に行ってみてください。東京や大阪よりは良いと思います。お金を使ってまで日本に行きたいとは思いません。食べ物も今は渓谷の方が美味しいです。あなた少なくとも40代以上のようですね。わら、最近の若者は行きたくて大騒ぎしてますよ。でも日本に高齢者が多いのは事実ですね。私たちの国よりも、さらにそれでも私たちの国の高齢者より礼儀があるのは救いですが、わら。活気があって色鮮やかな国ってどこですか。ただ近くて安く外国の雰囲気が感じられる場所が日本しかないからです。それが大半の理由でしょう。行って帰ってくると憂鬱になります。まず電柱とクモの巣のような電線があって、基本的に圧迫感がある。渓谷では電柱を地下に埋めたのが良かったと思います。私は反対ですね。ただ日本が嫌いなだけでは。私は日本の青い空がとても羨ましかったです。整然とした都市、そして何より私たちの国は道のあちこちに駐車された車を見ると圧迫感があり、歩きたくなくなります。道路のどこからでも突然飛び出すバイクや車はまさにカオスそのものです。それに対して日本では住宅街のこじんまりとした場所を見ながら歩くのも楽しいです。青空が見えにくくなったのは、砂漠化が進んで黄砂がひどくなり、C国の経済発展による大気汚染の影響もあり、渓谷だけの問題ではありません。それらが偏西風に乗って渓谷に広がってくるのです。わあ、自身のインスタには日本旅行を載せておいて、人には反日しろと騒いでいる人みたいだ。一度行っただけでもなく、3回ならさすがに、わら。ただ自分の感想を話しているだけなのに、なぜこんなに怒るの ?3 回行ってみてよくないと言ったらダメなの？何が問題？それでも世界有数の観光地の一つ、渓谷人が年間1000万人も日本に行っているんです。それからリピーター率もとても高いとか。日本くらいなら都市の外観が最上級レベルだと思います。清潔で整然としていて簡単します。渓谷は30年は遅れているように感じます。見るものもないし、円安でブランド品を買うためとか、安いものでお金を使いに行く国。わら、なんでみんながそこまで大騒ぎして日本に行っただけで視野が広がったように話すのか。ここはわら、日本信者は何ですか。精神病。私たちの国が料理が一様だと言われますが、実は日本料理こそ多様性が低いです。料理の半分は外国から持ち込んでアレンジしたもの。明治維新以降、本格的に料理法も開発されて外国の料理法も広まり、特に肉料理はそうです。このくらいなら日本旅行を嫌いというよりも歪んだ使命感で、ほとんど反日レベルに達している気がしますが、3回も行ったなんて驚きです。客観的に海外から見る日本と渓谷のイメージを比較すると答えが出ると思うんですがね。案の定40代50代ですね。私も日本に何度か行って、まあそんなものかと思っても、ヨーロッパに行くと日本の方がマシだなと思うことがあります。
近いから行く、安いから行く、それは少し言い訳ですね。好きだから行くんですよ。台湾や日本は親切さも楽しみに行くところです。タイトルは嫌いではないだけど、本文はすごく嫌いじゃないか。でも、日本が灰色だというなら、私たちの国も負けていません。タイやメキシコに行って明るく過ごしてください。ああ、ウクライナも明るいですよ。コロンビアにはボゴタというとても明るい都市がありますよ。一体なぜ気分を害されるんですか？ただ自分の感想を言っているだけなのに、なぜ自分の国家のように気分を害する人が多いんでしょうね。わら。私も理解できませんね。単に旅行に行って良くなかったというだけなのに、危険な国に移民に行けという話がなぜ出てくるのか論理がわかりませんね。わら。これは単なる好みの問題で嫌いという人がいてもおかしくないのに、気分を害する人が多いですね。わら、変な人たちだ。冬に4回目の訪問だけど、あまり良くなかったと書きそう。わら。私も一度だけ日本に行ったことがありますが、同じように感じました。日本の家を見ると、大抵窓がほとんどないか、小さな窓がついているのですが、その小さな窓さえカーテンで覆われていて、外からは中が全く見えないので、圧迫感が感じられました。畳の家に泊まったのですが、昼間でもなんとなく薄暗くて、こういうところに住み続けたら、うつ病になりやすいだろうと思ったことを覚えています。どうか、あなたのような方がもっと増えますように、私のような人がもう少し安く行けるように。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、じゃあ上の方からいきますかね。これからいこうかな。そんなモヤモヤするくらいなら、来たんでもいいやん。日本は嫌いだけど、って言っとけ、わら。すっきりして帰れよ、性的な意味じゃなく。綺麗な空気が合わないのでは、来なくていいよ。その文句をお前らに言われる筋合いはない。日本つつ裏裏行ったわけでもないのに語るなよ。タクシーも黒色？お前らは白でも黒に見えてるだけだろ。カラフルってそんなガチャガチャした家ばかり、なんか気持ち落ち着かんし気分悪いわ、わら。大阪でグリコの看板を見てろよ。お前ら原色好きだからな。どきつい食ばかりの落ち着かないとこにはいられんわ。てか、こっち来るな。だから、新大久保がギラギラ原色だからお前ら集まるんだろ。ピンクの家にした梅津和夫は、ご近所さんから文句言われたんだよ。景観を壊すって、わら。最近は黒塗りタクシーが減っているように思いますが。価値観が違うんだから、いちいちこっち見るんじゃねえ。すでに数回行ってる人も増えてるから適当言うと、ゲーですら怒られるようになったんだわ。北で、かき割りのビルを見てくれば、虚栄心が満足できるんじゃね。はいはい、日本にはロマンティックな月の丘ありませんよ。肉料理？お前ら日本人が廃棄していたホルモンを食べ始めたのが、スタートだろ。なんか、渓谷の空気臭いとか汚いとか、よく聞くよね。外から家の中が見えないのは普通だろ。盗撮でもするつもりか？カーテンなかったら丸見えじゃねえか。安くても来ないで文句しか言わないんやろ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。